はい、12月10日木曜日、ニューズオペイドアフタートークです。今日私帰ろうとしたらディレクターから鬼滅の刃を話題にしろという無茶ぶりが来まして私そういうのにちょっと対応できないので、ここは若いエリちゃんに譲ろうと思います。ちょっと顔見えないけどよろしくお願いします。はい、私は鬼滅の刃は映画もすべて見ているんですけれども、うん、本日のゲストの森山隆さんは、はい、鬼滅の刃のに出てくる建物の建築の矛盾点みたいなもので、うん、はい、今話題になっているというふうに伺いました。まあ、まあまあ、はい、まあ、矛盾点というか建築について解説してるんですけど、僕実は漫画の中に出てくるいろんな建築物について考察した本出してまして、なぜそういう建物が出てくるのかとか、この物語の背景はどんな意味があるのかとか、こう深読みするような本出してるんですね。でそれ定期的に時々、まあ、この漫画についてその背景建築についてこう質問が来たり、逆に僕が興味持ったりして解説してるんですけど、まあ、最近鬼滅の刃についてちょっと解説したというわけなんです。どんな建物が出てくるんですか？まあ、いろんな建物出てくるんですけど、物語の舞台が大正時代なんですよ。だから大正時代がなぜ僕はこれ面白いなと思ったかというと、大正時代っていうのは都市は近代化してるけれども、地方っていうか田舎は江戸時代のまんまなんですよ。だから主人公はこう剣士なんですけどね、剣士が悪い鬼と戦うって言ってみれば、もう古典的なストーリーなんですよ。桃太郎なんです。だけど何が違うかというと、まあ、戦国時代のように見えるけど浅草とか出てくるんですよ。あ、出てくる。戦前の、だから昔った関東大震災で壊れちゃった浅草の12階とか、だから町も最初の構想、そうなんですよ。だから町も出てくるんですよ。だからまずその浅草の都市がちょうど当時のモダニズムの建築も出るし、古い建物も出てくると、でその主人公が修行する田舎の山の奥は、もう江戸時代のまんまなんです。でひとまず僕はその主人公の竈門炭治郎っていう少年がいるんですけど、その少年が、剣士として修行するんです。家族はですね、鬼に惨殺されて鬼退治するために強くならなきゃいけないと、でそこに鱗滝さんというですね、もう先生が現れて、もう厳しい修行をやるんですけど、その修行中の家があるんですね。その家が、あれこれおかしいなと、何がおかしいかというとその家っていうのは、そうですね、6畳2間ぐらいの家なんですよ、外から見ると。でその部屋にその鱗滝さんという先生と竈門炭治郎くんは寝起きしてるんですけど、でも妹がいるんですよ、彼は、禰豆子。禰豆子は家族の中で生き残った、唯一生き残った、兄弟の妹なんですけど、その子は鬼に噛まれちゃって、半分鬼になっちゃってんです、だからこの鬼になっちゃった妹を何とか助けたいと思って、彼は鬼退治したいんだけども、鬼になっちゃうと太陽の光に当たると死んじゃうんですね。だから禰豆子は日の当たらない部屋に押し込んでるんですけど、外から見るとその部屋ないんですよ。家の中で見ると禰豆子の部屋があるんだけど、外からの絵には禰豆子の部屋がないんですよ。でおかしいねって、でどうしようと思っていろいろその漫画のいろいろ絵を分析してたら、あ、ここに禰豆子の部屋はもしかしてあるんじゃないかっていう予想を立ててたら、漫画にはなかったんだけども、アニメにはちゃんと予想通りの部屋があったという、それを解説したんです。それはそのアニメーターの人がそうじゃなきゃいけないと思って作った、おそらく、おそらくアニメーターの人もアニメ化するにあたって、これ禰豆子の部屋ないぞって気づいて多分作ったんじゃないですかね。それがちょっと最近、ブログで書きましたところ、ちょっと非常に受けてて、もっと詳しいこといろいろブログに書いてあるんですけど、あとは鬼に襲われてる町はこれ実際どこの町だろうっていうので、奈良県の橿原神宮の近くにある今井町というですね、かつて の防災、防災っていうのは砦の都市があるんですけどね、堺と同じように町衆が、その町じゃないかと、とか、いくつもいくつもこの鬼滅の刃の中には、建築的にこう分析したり、建築的に解説、しがいのある場所がいっぱい出てくると、そこがですね、ちょっと今結構受けてるんで、次々やってみようかなと。いいじゃないですか。それで
あの、はい、アニメの他のアニメについてもそういう本出されてる、はい、あ、そうそうそうです、他のアニメと漫画図でやってます。天空の城ラピュタってこれ建築不可能みたいな、あ、まあまあ、例えばラピュタはやってないのも確かに天空には不可能なんですけど、うん、あそこで作ってる建物の様式がどうかとかね、あ、これはどっかの工場とかそうあのルネサンス形式とかそういうのがさっと出てくるわけですね。そうです、あとはエヴァンゲリオンの、うん、あの女の子綾波レイっているんですけど、うん、彼女の部屋がコンクリート打ちっぱなしのこう無機的な部屋に住んでるんですけど、うん、みんなはこれ打ち放しと思ってるけど俺の目で見るところはコンクリート打ち放しじゃないと、なぜならばとかいう解説とか原野さん聞いてて興味湧いてきません？いや、あのね、この鬼滅の刃をパッと見たときに、かまど炭治郎という名前を見てですね、私は連想したことがあって、青林堂っていうガロを出してた、青い林ね、うん、そうですそうです、うん、その社長は永井さんっていう永井勝一といって、この人 の美術館というか漫画美術館があるんです、うん、場所はですね宮城県の塩釜の釜がね、うん、まさにこれにピッと同じ字なんです、うん、で作りはね見てるとね白戸三平の忍者武芸帳とかカムイ伝と縦に切れる駒送りとかいろいろあるんだけど、うん、そういうのに似てるとこあるんですよ、うん、でね多分ね1961年ぐらいに、まあ、武芸帳出てきて私も最初見ましたし、うん、それ非常に衝撃を受けたのを覚えてるんで、うん、マイナーな雑誌で当時1万部ぐらいしか出てなかったけども、うん、そういう強烈なガロ時代っていうそういう漫画の世界では、特別な世界ですけども、うん、それをやっぱり多分勉強してこれ書いたんだろうな、でねずこなんていうあの難しい漢字を書く、はい、これもですね武芸帳だとかカムイ伝とかそういうとこから派生してるという感じで見てますね、はい、うん、インスパイアされたというかね、うん、それの、まあ、あのオマージュとかね、そうですね、そういうのがあるんでしょうね、だから、はい、子供たちがね難しい漢字を覚えるいい機会じゃないですか、そうですね、はい、はい、じゃあ面白いですね、そんなところで、じゃあ、はい、あとはあの見ていたら、はい、あのホームページ、はい、そうですね、はい、僕 の, あのブログがあるんですけど、建築エコノミストのブログというところで、はい、この鬼滅の刃の建築的考察続けてますので、はい、あのぜひ皆さん読んでみてください、はい、ということで今日はじゃあお開きといたしましょうか、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。